どうもポンポンゆりです。今回は、はい、こちら、ユニクロで購入してきたので服を紹介したいと思います。一回やってみたかっただけです。よし。で、なんでユニクロに行ったかっていうと、ユニクロって私あんまり行かなくて、で、まあ2ヶ月に1回かな、まあ結構行ってる方か、うん、3ヶ月に1回、なんかふとした時にユニクロに行きたくなる時があって、ユニクロを見に行くんですけど、なんだろう、これまではビビッとくるものっていうのがそんなになかったんですよ。私は今までシャツとか見てもまあ可愛いけど、まあ安いから買うかみたいな、そんな感じで買ってたんですけど、だけど今回めちゃくちゃ可愛いビビッとくるものがあって、でね、それが、ユニクロの新しいシリーズみたいなのがユニクロ U っていうやつなんですけども、そこで出てるブランドの服がめちゃくちゃ可愛いんですよ。で、今日たまたまね、こう見に行ってユニクロ U のなんかドンピシャに来るものが多かったので、買ってきたので、それを紹介したいと思います。まず一つ目はこちらです。ライトスウェットチュニック、七分丈で、これはね L なんだけど、膝下くらいまでの高さ、膝下くらいまでの長さがあります。で、こんな感じで、首元がねちょっと詰まってる感じで、このね丈、この七分丈最高なんですよ。私大好きで、五分丈とかがすごい好きで、肘くらいまで隠れるやつが好きなんですけど、これがね L なのでめちゃくちゃでかいですね。私腕めちゃくちゃ長いので、 T シャツとかだと結構パツンパツンになっちゃったりして、すごいダサくなるんですよ。なのであんまり好きじゃなかったんですけど、これね七分丈で、L だし、かなり長いので、すごいドンピシャで購入しました。こちらはね、2990円プラス消費税ですね。でね、ユニクロ U のやつは U ってここに書いてあるんですよ。で、お店に行くとポップとかに U みたいな、ユニクロ U から新登場みたいなのがたくさん書いてあるので、行ったらまあすぐわかると思うんですけど、なんか今までのユニクロってきちんとしたサイズできちんとした型の服ばっかだったんですけど、このユニクロ U の方はなんかビッグシルエットとか、あとちょっと首の詰まってるものとかだったりとか、なんか変わったシルエットのものが多くて、もう私はねすごく大好きでしたね、うん。なので私みたいな服装がね好きだって言ってくれてる子とか、あとメンズにも全然着れると思うんですよ、これとかは。なのですごいおすすめです。でね、この色の色違い、さっきの色の色違いで、この色、カーキっぽい色も購入しました。これも L にしました。S だと膝上くらいなんですけど、 L だと膝完全に隠れるくらいですね。部屋着として使いたかった、8割部屋着で、まあたまに外に出る時にまあ着てこうかなっていう感覚で選んだので、うん、これはね、まあ、ほとんど部屋着になると思います。なので動画撮る時とかに着れればいいかなと思って購入しました、うん。かなりね良いですね、大きめだしね、うん、好きですねこの感じは。で、これ黒とあとオレンジのちょっとくすんだ色とこの色があって、黒とめちゃくちゃ迷ったんですけど、なんか春は結構明るい色というか色物の服を着たいなと思っていたので、黒だとちょっとなんか冬っぽくなっちゃうかなと思ってやめました。はい。でもう一つがねこちらですね、ミラノリブクルーネックチェニックの5分丈ですね。これはちょっと短めで、これはね S を購入しました。で、黒なんですけど、この素材がねなんか編んであるみたいな、なんかちょっとなんて言うんだろう。で、さっきの素材はこのスウェットの素材で黒だとかなり冬っぽいイメージが私の中であったんですけど、このねこの素材だったらなんか黒でもそんな重すぎる印象になんないなと思ってこちらを購入しました。そう、黒をね最後までこれどうするか迷っててずっと見てたんですけど、こちらをね見つけて、あ、これしかないと思って、黒買うんだったらこれだなと思ってこれを購入しました。で、ここの大好きなね、ここもスリットが入ってて、まあこの辺からスキニーだったりとか中に着てるタンクトップとかが見せられるような感じになってて、すごく可愛いです。でね、これが最後なんですけど、さっきはね全部上に着るものばっかだったので、
こちらねユニクロ U じゃなくて普通のユニクロのものなんです。普通のユニクロのものなんですけど、ジャージのクロップドスカンツってやつを購入しました。これは XS を購入しました。ふくらはぎくらいのところの長さなので結構足首とか見える感じになってます。まあね、これは外にも着ていけるし、あと部屋の中で着る分にすごく楽だなと思ってこれを購入しました。最近ねユニクロでなんか足首見せるあの CM のやつがやってると思うんですけど、あれ見てすごいいいなと思ってて、春だしね、なんか足首見せるのすごいなんかスタイルよく見えていいなって思ってたので見に行ったんですけど、 CM やってるやつよりこれの方がなんか楽そうだったのでこれをまあとりあえず購入してみました。これはね1990円でした。ポッケもついてるしね、楽ですね。これでね購入品は以上なんですけども、私源氏さんの動画でなんかユニクロ U が始まるみたいなのを見たんですけども、レディースの方は紹介してなかったので全然気に留めてなかったんですけども、ユニクロを見に行ったらレディースもかなり可愛いものがいっぱいあったので、ぜひねチェックしてみてください。というわけでね、こんな感じで以上になります。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。たまにさ、この L っていうさシール忘れたまま貼っててさ、そう恥ずかしい時あるよね、すごい。あ、これついてるみたいな。みんなも気をつけましょう。